みんなー困ってるもん。サザンとクモリンニーズ、今日はこれレゴでパウステーション作り、プラネイルともパウット合体、パウパトたちを新幹線で出動させよう。オッケーパウパウレッツレイ。今日はパウステーションでパウパトごっこをして遊ぼう。僕はチェイス。僕はマーシャル。私はスカイ。僕はラブル。俺様はロッキーとズーマ。ノイズ？ノイズも一緒に遊ぼう遊ぼう。やーなこった。ロッキーとズーマ、おまけにパウステーションとビークルも全部俺様のものだ。ちょっと独り占めしないでよ。キャッキャッキャー、これでもう出動できないだろう。あー、ノイズ。ロッキーとズーマがいないともパウパトロールが全員出動できない。早く2人を救出しないと。でもパウステーションもないし、どうやって救出するの？そうだ、レゴを使ってパウステーションを作ろうよ。パウパウ燃えてきた。パウステーションは確か赤い屋根だったから、赤いレゴで屋根をグミグミ。僕はゴロゴロ。サボらないで。壁はカラフルに可愛くしちゃおうっと。壁と屋根を合体させたらなんかお家みたい。それにパウステーションと言ったら黄色いバナナ望遠鏡ね。黄色いレゴでポンポンスポポンスポポンポン、こんな形になったら台を置いてズボッと差し込む。おお、上下に動いて本物そっくり。せっかくならもっと大きくしちゃって3階建てにしちゃおうよ。ポンポンスポポンスポポンポン。みんなもグッドボタンを押してみんなも一緒に組み立てよう。ポンポンスポポンスポポンポン。モンスタートラックモンスタートラックモンスタートラック、はいはい。モンスタートラックモンスタートラックモンスタートラック、はいはい。3階建てになったし、早速望遠鏡でパトロール。登る場所がないよ。階段もはしごもないし。確かパウステーションにはエレベーターがあったよね。ここにもエレベーターがあれば。だったらレゴでエレベーターを作ろうよ。ナイスアイデア。パンパンスパパンスパパンパン、取っ手をつけたら、わお、上下に動くエレベーターだ。上に参ります。バナナが参ります。そんなバナナ。僕はレゴの板を組み立てて、はしごも作ったよ。いろんな場所から登り降りができるんだね。エレベーターとはしごでいつでもパウステーションに集合できるね。全員集合できたら望遠鏡でキーとズーマを探そう。オッケーパンパン、必ず僕が見つける。あれは見つけた。バナナ発見。違うでしょ。探しているのは、うわ、いた、ロッキーとズーマ。それじゃあ早速出動だ。オッケーパンパンパン、やだったから新幹線に乗せてきたのよ。ビビューっとやってきたんだね。そうだ、プラレールとパウステーションを合体して新幹線で出動しようよ。プラレールでビュビューっと出動だね。だんだんレールを引いてポンポンスポポンスポポンポン、できた。プラレール付きのレゴパウステーション、1階に2階に3階まで、とっても大迫力ね。準備ができたらパウパトロール出動。オッケーパンパン。チェイス、ここから出動だぜ。ダブル、じゃあワイはここ、
私もここにするわ。マシェル、僕はここに決めた。今日の任務はロッキーとズーマの救出。進行線で一気にパトロールできるからすぐに見つけられるはず。ゆるんと救出するよ。僕もパウッと見つけるもん。で、うにゃー、マーシャル早すぎ。ゆっぴーほう、びっくらたまげた。あれ、これはロッキーとズーマだ。ってことはやった、任務成功だ。はい、クモリン天才です。これでパウパトロール全員集合ね。パウステーションを作ってプラレールと合体したんだよ。ノイズも一緒に遊ぼうよ。へっ、俺様はもっとすごいパウステーションを作ってやる。あーばやった、いっちゃった。みんなもレゴでパウステーションを作ってプラレールと合体して遊んでみてね。どんなトラブルもパウパトロールならパウフェクト。そうだ、オケパウパウゴーマル。公式オンラインショップ、イベントグッズの塗り絵よ、ステッカーも買えちゃうよ、ノイズの BB、 ソーダおじさんのぬいぐるみの在庫も復活、3000円以上で送料無料、遊びに来てね。みんな、ごまタイム。サンサンとクモリンでーす。今日はこれ、芽生え3月号、パウパトローラーとパウパッドメダル、本物みたいな付録で遊んでいくよ。パウパッドからメダルを取って、パウパトローラーからミュンミュン出動、大きなパウパトローラーを組み立てて遊んでいくよ。レッツプレイパウパトロール、全員集合。オッケーパウパウ、早速パトロールに出発しよう。僕パウパトローラーが欲しい。だったら作っちゃおうよ。これはパウパトローラーとパウパッド、芽生え3月号の付録なんだ。あ、組み立てことに困ったら僕たちと一緒に組み立ててみてね。同じ数字を組み合わせていくのがコツだよ。パウッとパキパキしていって、パキパキ気持ちいい。取って折ったら、シュポッと差し込んでいこう。次はこれ、ボタンになってる。さっき組み立てたものと一緒合体。スロープをつけて、いい感じ。大きなパーツの上にスロープを置いたら、くみくみ組み立て。あとは大きな窓を取り付けて、ほら見えてきた、パウパトマークがまぶしい。ビュンビュン出動、パウパトローラーの完成。次はパウパッドを作るよ。いらないスポット抜いて、ここに取っ手をつけてテープでぺったん。くみくみ組み立て、ケースと合体。シュポッと差し込んでいったら、じゃじゃーん、パウパッドメダルの完成。シュポッとメダルが取り出せるね。パウパトローラーとパウパッドメダルの準備ができたら、これを使ってレスキューゲームだ。ここにパウパトローラーを置くんだね。まずはこの任務、出動するのはチーズ。オッケー、パウパウ、メダルをパウッとセット。チーズ出動。おっと惜しい、もう一回セットしてよーく狙って、チーズ出動。
完了だね。あと5つの任務もどんどん解決しちゃうよ。狙って狙って、連続出動、カウント連続レスキューだ。僕たちでメダルを作って取り戻そう。パウパトローラーでメダルゲーム対決、応援してくれる子はグッドボタン、サンサンがいっぱい。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。厚紙と画用紙とペンを用意して、まずは厚紙を丸く切っていくよ。ハサミを使うときは大人の人と一緒にね。画用紙も同じ大きさに切って、お絵かきお絵かき。おお、僕たちもパウパウの一員になるね。厚紙にペタッと貼り付けたら、サンサンメダルとクモリンメダルだ。これをパウッとセットしたら、サンサン出動、クモリン出動。あとちょっとで届きそう。キャッキャッキャー、そうはさせるか。いいね、よ俺様特製お邪魔虫。わあ、メダルの前になんかいる。これを倒さなきゃレスキューはできない。もう一回出動すれば、いや、びくともしない。メダルのパワーが弱いのかな。何度やっても無駄だ。一体どうすれば。まあまあ、バナナでも食べて一休みって。僕のバナナ。何、倒しただと。そうだ、ピコッとひらめいた。いろんなものを出動させてお邪魔虫を倒しちゃおう。これペットボトルの蓋、ペタッとサンサンメダルに変身。パウッと出動。やった、倒せた。なに、これでどんどん倒しちゃおう。こうなったら、いでよ巨大お邪魔虫。ゆい、増えた。パウパトメダルも檻に閉じ込めてやる。なんですと。これだけじゃレスキューできない。もっと大きなパワーがあれば。大きなパワー、そうだ、ペットボトルの蓋をペタッとつなげて大きくしたら、パウッと出動。ナイジャンプ。いいぞいいぞ。うわ、一気に倒せたね。あとは檻だけだ。他にメダルみたいに丸くて飛ぶもの、みんなはどれだったらよく飛ぶと思う？丸くて飛ぶといえばこれだ。スーパーボール。パウッと出動。いいいい、やった、檻を飛ばしやがっただと。パウパトメダル全員救出、任務完了だね。なにぬねの。メダルも全部取り返せたし、今度はオリジナルのシートを作って遊ぼうよ。オッケーパンパン。みんなもメダルゲームで遊んでみてね。クイズタイム。一番最初に出動したパウパトは誰だったかな。1ジェイソン、2スカイ、3マーシャル。わかった子は LINE で教えてね。オッケーパンパン。そうだ、そんなもの。クーリーン。みんな、今日はパウパトロールで遊ぶよ。怪我した車を直してあげよう。ロッキー、ラムル、レッツプレイ。ガッガッガー、いたずらしたくなる天気だな。お、あの車にいたずらしいちゃお。今日は何して遊ぼうかな。バナナの大食いなんてどう。鬼ごっこしようよ。トラブル発生だ。パウステーションに行ってみよう。大変だ、
逃げろ逃げろ。ほら待て、その前に車を起こしてあげないと。今助けるからね。よいしょ。くるくるくるリサイクル、みんな困ってるぞ。サンさんと
工作シートで牛乳パックビークルの完成。チェイス、ポリスカー、マーシャル、ファイヤートラック、パウパトロール出動だ。オッケー、パンパン。あ、怪我した動物さんだ。なんだって。俺の正義が騒ぐね。パンパン、燃えてきた。ウインチで木をどかしてパウッと救出。モークナッティ、はしごを伸ばして。いいや、任務完了だね。ちょっちょっと、何が任務完了だ。ノイズ、こいつらをドグロの海に。おいだぜ。あ、動物さんが流されちゃう。こんな時はパウパトロール出動だ。オッケー、パンパン、動物さんを救出。トラブルといえば、はいはい、バナナボート。海、ボート、ピコッとひらめいた。シーパトローラーだ。正解。牛乳パックを使ってシーパトローラーを作りましょう。シーパトローラーで動物さんをパオッとレスキュー。応援してくれる子はグッドボタン。ラキューラキューラキューパチパチ、ラキューラキュー、何作ろう。シーパトローラーは赤い色だから、赤い牛乳パックを2個用意してテープでぺったんこ。そしたらここを切っていくわよ。カッターは大人の人と一緒に使おうね。チョキチョキチョキン、穴ができた。次は青い色の牛乳パックを用意して、さっきの牛乳パックの上にペッタン。おー、船っぽい。あと必要なのはクレーンだ。ストローと紐を用意して、紐の先っぽにクリップをつけるわよ。ストローの中にも紐を通して、こっち側には洗濯バサミをセーッと、テープでペタッとくっつけたら、ビニールテープでペタペタ飾ったら、サンクロ特製シーパトローラーの完成。大迫力ね。海のトラブルはシーパトロールにお任せ。全速前進、パウッとくん。まずはこっちの動物さん、クレーンでウィーン、ガッチャン、キャッチした。慎重に引いて、救出。この調子でどんどん救出しましょう。ワニに、ウサギに、パウッと救出救出。なに、どんどん救出してやがるだと。にこうなったらゴミもボーイだ。もうこれじゃあ前に進めない。ふん、クレーンでゴミも取っちゃえば。丸くてつかめない。こうなったら、ピコッとひらめいた。紙皿を半分に切ってクレーンと合体。ブルドーザーみたいにゴミを集めちゃえ。ブルブルブルっと任せとき。どんどんゴミがなくなってるだった。動物さん、待っててね。クレーンでガシャン。俺の正義が騒ぐぜ。パンパン、燃えてきた。どんなトラブルもパウパトロールならパウッと解決。全部の動物さんをレスキューできたわね。なにむーねな。みんなも牛乳パックでシーパトローラー作りやってみてね。クイズタイム。最初に助けた動物さんは何だったでしょう。1、チンパンジー、2、ワニ、3、ウサギ。わかった子は LINE で教えてね。バナナを買いにパウッと出動。そうだ。あ、マリン。
ここをこう書いて。あー、また変になっちゃった。サンサン、やっぱり難しいね。あら、サンサン、クモリン、どうしたの？つくも。実はパウパトロールの絵を描いてたんだけど、うまく描けないんだ。そうだったの？じゃあ、いいことを思いついたわ。なになに？ミュージックスタート。いつも元気なマーシャル、長いお耳のダルメシアン、大きなお目目とお口、赤い色ヘルメット、パウパトロール、みんなのヒーロー。わー、すごいすごい。あっという間にマーシャルが描けた。でしょ、歌いながら描くととっても楽しいのよ。他のキャラクターも描いてみよう。いいわね、みんなでお絵かきしましょう。サンサンがいっぱい。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。それじゃあレッツパウパトロールいくよ。1、2、3、はい。いつも優しい。
いてくれてありがとう。